皆さんこんにちは。今回はですね、一力遼棋聖と井山裕太王座との棋聖戦挑戦手合第6局のハイライトをお伝えしたいと思います。では初手から見ていきたいと思います。一力棋聖の黒番です。三々に入りました。一間に飛びましたね。まあ主張がいいっていうことです。で、三々に入りまして、押さえて、桂馬にかけまして、ぶつかって、押さえて、跳ねて、そして、ここで、こすみました。で、かかりました。で、こすみつけて、一間取りました。で、ここで、まあ、締まりましたね。ここで締まりまして、まあ割り打ちですね。割り打ちというか、まあこれはもうさらに積極的にこの石をちょっとまあ攻める感じでまあ打とうということですね。はい、人工知能の推奨紙もまあこの辺だったと思います。まあこう桂馬で受けましたね、ここね。そしてここでね、ここまで飛んだのはちょっと意外でしたね。これはまあとこれはもう当然、これはもう入ってこいっていう手かもしれませんね。うん、まあその戦いを誘ったという手かもしれません。打ち込みをね、誘ってますね、この手は。まあ、普通はもうこういうふうに、もう二間とかね、普通は。あるいは、まあ、大ゲーマ。うん。そんなぐらいだと思います。だから、この手は、まあ、打ち込みを誘って、まあ、戦いたいということですね。戦おうということです。でまあ、ここでね、まあ、打ち込んできたんですけれども、まあ、ちょっと下にここにね、ここに打ち込みましたね。うん、ということだと思います。でまあ例えばつけたら割り込もうということですね。こんな感じで打って、でまあこうついだら、まあ一回当たり打って、こういってこういって、まあ切っ、まあ跳ねたら、まあこういって、まあまあこんな感じで切ったら、まあこんな感じでいってね、まあこうと、うん、まあこんな感じで、まあ連絡していこうと、うん、まあこういうのが予想されますね。もしつけてきた場合でも、実戦ではここで、まあここを打ちました。でまあここで、まあ跳ねて、まあ切り違いました。ここでは切り違う手が、まあ本手ですね。でまあ当たり打って、下がって、でかけついで、でここでね、ここちょっと伸びたんですけど、この手がね、何でしょうかね、ちょっとなんかちょっとぬるかったみたいですね。まあでも、致し方ないと思うんですけれども、人工知能はここでね、まあ一回当たり打てって言ってますね。当たりを打って、ついで、この一目を取れって言ってますね。でもこの一目を取っても、もう実際問題、こうやって当てられて、こういって、こういうふうに打たれてしまうんですよね。実際これ継ぐのは、これ抜かれると結構熱いし、白。まあ、こんな感じで生きないといけないからね、黒もね。形もあんまり良くないし。まあ、これでもそんな悪くないんですけれども。で、人工知能はね、ここでね、ここを跳ねろって言ってますね。何かって言ったら、こうやれっていうことです、ここで。こうにしろということです。切っちゃって、こうにしろということです。ただ、今、黒に、こう立てがないんですよ。白はこう立てがあるじゃないですか、ここに。コウ立てがあるんですけど、黒にコウ立てがないですから、ここでちょっとコウ立てを作れっていうことですね。まあ、こういう風になると思うんですけども。で、ここに一コウあるね。これを使えということですね。これを。このコウを使えということです。このコウを使えということです。はい。そういうことです。で、ここで、まあ、こういう風にコウを仕掛けろということですね。抜くしかないんですけれども、ここ で、ここでこのコウね。ここでコウが発生しましたので。で、これ多分これ抜くでしょうね。こうやってね。こうやって抜いて。で、まあ、でまあ、こんな別れですか。はい。これで黒が打てると。打ちやすいと。いうことみたいだったようです。まあでも実戦ではここでね、まあ引いてしまいましたから、まああっさりとね、ここを取られまして、でここはここで残ったし、でまあこう、結局こうつけるんですけど、まあ割り込んできましたね。はい。で下から切りました。はい、だからさっき言った図が結局渡られるからっていうことで下から切ったんですけれども、
まあ、結果はあんまり良くなかったですね。こう伸びられて、2人打って。で、ここつけられて、まあ、ここ1件飛ぶしかない。で、ここ当たり打たれてね、非常に手厚くなってしまいますね、ここはね。当たり打たれて、ここのちょっと利き筋も多いし、ここのね、はい、結局これで、まあ、まあ白がちょっと優勢になりましたね。はい、打ちやすい感じになりました。で、まあここ跳ねて押さえて切って取って、これ取りますね。ここでね、こっちの方を選びました。今ちょっとね、ここ例えばここちょっと主張がちょっと今白ここいいですから、この辺ね、まあここではこうではなくてね、こっちを取る手もあったんですけどね、白はね、はい、こっちを取る手もありました。まあ、ただちょっとこの模様をちょっと気にしたかもしれませんね、こっちの模様を。なので、まあ、こっちの手を打ちましたね。当たり打って抜いて、かけついで、で、2件飛びましたね。まあ、2件飛んだ手は、まあ、どういうことなのかちょっと分かんないですけど、まあ、普通はね、ここ1回、2件飛ぶ場合は、まあ、1回覗いて継がせて、まあ、こういうふうにと。まあ、これが、まあ、多分手順だと思います。はい。ただ、これがちょっと多分悪手だと思ったのか分かんないですけど、まあ、省いたわけですね、この、単に2件飛んだ手は。そういうことです。でも、これはこれで、ちょっと弱点はあるんですよ。これは、実は、ここにつけられると、案外ね、ちょっと嫌な形になるんですね、こういって。こう引かれたりね、すると。ここで、ちょっと浮きづらいっていうか、まあ、こっち継ぐわけにはいきませんからね。まあ、別にこれ継いでもいいんですけど、まあ、これは取られますからね、この石が。跳ねられて、二段跳ねされたりすると取られますので、そういうのはありましたけれども、まあ、そこで、まあ、一力棋聖も、まあ、ここで、ここをつけなかったですね。はい。単にここに打ちました。どっちみちここを覗きが効いて、まあ、どっちみちこっち詰めるという形になるので、まあ、一力棋聖もここで追求しなかったですね、この二件に対して。で、まあ、これに対して、一回ここを覗いて、で、結局ここを打ちましたね。はい。結局ここを打ちました。この覗きを。で、ついで、で、ここでかけつぎました。あ、コスみました。まあ、このコスミはね、ここのね、字をね、まあ、分断してるっていう意味もありますし、ある意味ね、かなり制限してますので、まあ、大きい手だと思いますね、はい。このコスミは。まあ、こっちのね、模様をね、制限するっていう手もあるんですけれども、大きい手だと思います。で、ここで、まあ、一回覗きましたね。はい。で、これに対して反発しまして、まあ、ここ別に普通に継いでも別に、どうってことはなかったと思うんですけれども、押さえて、そしてここで結局まあ継ぎましたね。結局で、まあ伸びて、まあ押さえられるとね、はい、ちょっと息苦しいので形もいいし、白ので、跳ねて、でここでね、こう押さえなかったですね、この跳ねに対して。うん、まあこれはちょっと地で損なような気がするんですけれども、やっぱここは押さえるべきだったと思いますよ。やっぱ伸びられると、後々こっちの押さえとかもが先手になってきますし、生き死にはね、考えないといけないですから、もうここでね、ここ当たり打った手は、多分判断ミスだったような気がします。やっぱりここでは、もう平凡に押さえた方が良かったような気がしますね。まあしかしここでね、こっちをまあ打ちます。まあ気合っちゃ気合なんでしょうね、多分。まあ、継ぎまして、で、継いで、で、切って、あだれ打って、下がって、で、ここで差し込みましたね、はい。で、こっちかけ継ぎまして、で、こう切りました。まあ、切ってもね、ただこれ切っても、問題は、この切っても、このうちの石は生きてますので、切ったところでっていうのはありますよね。で、まあ、ここでね、まあ、当たりを打ちます。この当たりはどうもね、あんまりいい当たりでは、いい手ではなかったみたいです。まあ、ただ、井山王座からしてみれば、多分ね、まあ、ここで、まあ、単にこういうふうに行くと、まあ、例えば、こういうふうに打たれて、こうやって、これ受けないといけないですから、ね、次。これが嫌だったかもしれませんね、こうなるのが。まあ、実戦ではね、ここで、まあ、こういうふうに、まあ、当たり打ちまして、こういって、そして伸びました。
で、1件取りまして、で、2件取りました。で、駆けつぎまして、で、張って、抑えて、覗いて、継いで、そして取りました。まあ、この石をね、まあ、でもちょっとこの石もね、黒も切ったはいいものの、この石ちょっと取りそうもないですからね。だから切ってもあんまりどうだったかなっていうのはありますよね。まあ、切った以上ね、この石攻めないといけないんですけれども。まあ、でもとりあえず一回大場に行きました。で、まあ、ここでね、こっちちょっと削減しに来ましたね。はい。削減しつつ、こっちをちょっとまあ、補強しつつっていう手ですね、これはね。さあ、ここでね、ここに打ちましたね。これはまあ、この石を攻めつつ、この石をね、まあ、大きく飲み込んでしまおうと。そういう手だと思うんですけれども。まあ、こっちはもう関係ないと。もう別に こっちは関係ないと、もう別にしのげるっていうことですね。はい。で、こっち打ちましたね。はい。まあ、でもね、本来はこれ受けるべきだと思いますよ、これ。本来は。で、ある意味勝負手かもしれません、この手は。はい。井山さんのね。本来は、ここは、やっぱりこういうふうに受けるべきなんじゃないかという気はします。まあ、しかしこっちでね。こういきます。だから黒もね、この石ちょっと、手抜いたからね、攻めないといけないですね。もう。で、まあ、ここでね、まあ、ここを押したんですけれども、なんで押したんでしょうかね。まあ、当たりを打たれるのが嫌だったんでしょうかね。ここ。まあ、利かされると、なんかこの石がちょっと生還してしまうみたいな、そういうのもあったかどうか知りませんけど、まあ、ここを打ちまして、で、井山王座もね、まあ、これにね、なんていうんですか、お付き合いしましたね。まあ、手抜いてね、手抜いて、ここでは手抜いて、まあ、こういうとこ打っちゃうっていうのもあったんですけれども、この石がちょっと孤立してますので、ここ行かれるとね。まあ、そういうのあったんですけれども、まあ、ここではちょっとお付き合いして、で、ここでまあ、こっちに一軒飛びました。ちょっとこっちに一軒飛んだ手がね、どうもね、パッとしない手だったみたいですね。ここでは、まあ、難しいんですけれども、こういうコスミとか、まあ、あるいは、まあ、こういうとことか、まあ、しかし実戦ではね、こっちを飛びました。で、まあ、白にね、ここに来られてね、これはもう、切らざるを得ないんですけれども、こう打ちまして、一間飛ばれて、当然これは切らないといけないですね。で、ここ押されて、出て、伸びて、そして、まあ、ここにね、まあ、つけました。で、まあ、ここはね、ぶつかりまして、出て、まあ、ここで当たり打つのは無理ですね、これはね、こっち打たれてね。はい。まあ、抜いてもね、これはこっち行かれたら、これは取られてしまいますので、これがね、これは無理です。なので、ここでですね、まあ、伸びましたね。はい。伸びました。伸びる手が、まあ、良かったですね。はい。いい手だったですね。はい。で、ここでですね、まあ、当然のようにこれ押さえたんですけれども、ここがちょっと勝負どころでしたね。で、まあ、この後ね、ここを当たり打たれたんですけれども、こう当たり打った時に、この石はやっぱり要石ですから、逃げざるを得ないですよね。では、まあ、実際逃げるんですけれども、でも、まあ、実戦でも実はそうなるんですけれども、逃げるとずっと石でも来て、この石がちょっと危なくなるので、ここでは、この押さえた手では、ここつけておいて、一回ね、もうこっちの石もちょっと不安定だし、ここまで来られて、つけておいて、一度ね、この石の安定を測ったらどうだったかっていうのはあります。まあ、その後多分白こう来ると思うんですけど、まあ、これはつかざるを得ないですね。で、こう言って、こう言って、まあ、こういった時多分切ってくると思うんですけれども、これね。まあ、当たり打ってこう言ってね。こう言ってこう言って。まあ、ここ、まあ、賭けぐらい打って感じですか。で、まあ、当たり打ってこう継いで。まあ、連絡、まあ、こういう感じになると思うんですけれども、こういうふうに打っていった方が、
良かったと思いますね、黒は。これでまあちょっとあの寄せ勝負というふうに打った方が良かったんですけれども、実戦はやっぱりここで強く行きましたので、まあこれ当たり打って、これ絶対これポン抜かせるわけにはいきませんので、これは。逃げざるを得ないですね、ずっと。で、ずっとこれもう、逃げないといけないんですけど、ここでね、ここの瞬間でここをね、遮断したのがね、なかなかタイミングが良かったですね。はい、この瞬間、この石とこの石を遮断したのが、非常にいいタイミングでした。で、遮断しつつ、この石のね、生き死にをね、ちょっと見てますので、これ受けないといけないんですね、これね。これ手抜いてね、まあ、こういうふうに行ったりすると、これはもうこう、こう、行かれ、こう出られてね、これはちょっと多分死ぬと思うんですよね、これ。まあ、こう言ってもね、こう言って。まあ、抑えるしかないんですけど、ここ打たれて、これ死んでしまいますので、手抜けないんですよね、これ。まあ、なので仕方なくこれ受けないといけないんですけれども、この一本が結構大きかったですね。で、ここ押していきましたね。で、伸びて、もう必然ですね、これね、こう言って。で、ここで、まあ、こっち、駆けつぎましたね。まあ、ここではね、こっちを打つ手もあるんですけれども、まあ、こっちを打ったらこう打って、まあ結局はまあこうやって駆けずぐんですけれども、まあこれじゃ跳ねてとか、まあこういう感じになるんですけれども、結局ね、この石がね、まあこういうのはありますけれども、まあ、結局、まあこういって、こういうことによって、結局この石が封鎖されてしまったんですよね。で、これ生きてないですから、この石は。絶対今、これ絶対に、これ二眼できないですからね、これ、現在。連絡もできないし、ここ撃たれて。まあ、連絡をするというふうに見せかけて、こっちでこう仕掛けるみたいなのはできるんですけれども。で、まあ、ここでですね、まあ、ここ跳ねまして、で、これはもう、白はこっちに曲がるしかないですね。ここで、まあ、曲がりましたね。曲がりました。まあ、ここで購入を仕掛けるのもあるんですけれども、まあ、どっちみちね、まあ、白にこう打たれて、でまあ、切ったときね、まあ、ここでこうに仕掛けられる可能性も高いですから、抜いたらね、まあ、こういう感じで打ってね、はい、まあ、抜いて、まあ、こういう感じでこうに仕掛けられますので、どっちみち。どっちみちこうに仕掛けられますので、ですから、ここは、まあ、ここを曲がったんですけれども、で、ここでここを受けました。まあ、実はここでね、ここをこういうふうに打っておくのが一番良かった、安全だったみたいなんですけれども、もう、ここを打っておきたら、こっちとこっちの連絡は絶対ないし、うん、しかもこの石もね、死活にも関係してますので、まあ、こういうふうに打つ手はありましたけども、まあ、ここでこういうふうに、まあ、駆けついでね、一眼作りましたね、ここでね、はい。で、ここで、まあ、こうに仕掛けましたね。まあ、継げばいいと思うんですけど、まあ、まあこれ継ぐわけにはいけないです。継ぐとですね、今度はこれが効くので、ここでね、これが効いてしまうんですよね。これ受けざるを得ないんですけど、これ跳ねられるとね、ちょっとこれ連絡してしまうんですよね、どうしても。まあこういうふうに打つのはね、これはもうこっちから当たり打たれますので、まあ、こう言ってもこう言ってね。もうこう見合いですね、こっちとこう切りが、こっちと切りがね。まあですからここではね、まあこうにせざるを得ないですね。で、こう曲がりまして、で、ぶつかりました。で、抜きました。で、ここでね、まあ、これ、コウ立てですね。で、これね、今、まあ、これは、まあ、受けましたね。そして、受けました。で、受けて、で、まあ、抜きました。で、これ、こうやってるんですけれども、これね、この辺にね、ちょっとコウ立てが結構多いんですよね。白の。だからね、ちょっとね、コウはね、なかなかね、ちょっと勝てそうにはないんですよ、これ。で、まあ、これはコウ立てですね。はい、こう、で、継ぎまして、で、抜いて。で、まあ、これはコウ立てですね。継いで、で、抜いて。まあ、これもコウ立て、は一応コウ立てですね。はい。ちょっとダメを詰める握手ですけれども、まあ、コウ立てですね。はい。継いで、
で抜いて。で、まあ、これはコウ立てですけど、まあ、若干損コウですね、これはね。まあ、ここではこの手よりも、まあ、こういう手ですね。この辺のコウ立てを使うのが良かったと思うんですけれども。まあ、こっちを打ちました。まあ、一応コウ立てですから。押さえて、で、抜きまして。で、これ、覗きましたね。覗いた手はこれ、コウ立てではないですね、これね。はい。なので、ここで、まあ、ここ、かけつぎましたね。かけついで、コウを解消しましたね、これね。コウを解消しました。で、まあ、ここ、ちょっと悪手コウ立て打ったので、これちょっと取られてしまいましたね。ここに跳ねられて。で、まあ、曲がって、押さえて、跳ねて、そして、ここを一見取りました。まあ、そうですね。この手は、もう、まあ、ここを、まあ、取ったんですけれども、まあ、ここの石を取ろうということですね。この石を。この石を取ろうということですね。はい。この石取らないと、ちょっとこう、出がすぎるので、これ。はい。ということなんですけれども。まあ、手抜かれましたね。ここね。手抜かれました。で、またこの取りがありますので、この、これね。まあ、先手だと、いうことを言ってるんですよね。で、まあ、ここで、まあ、並びまして、で、こっち継ぎましたね。継ぎまして、もう、全部生かしてやろうってことですね。全部生きてやろう、生かしてやろうってことです。はい。で、まあ、しのげるということです。で、まあ、取りに来るんですけれども、まあ、抜きまして、先手で、そして、押さえて、で、まあ、かけてきました。で、跳ねて、押さえて、押して、で、まあ、ぶつかりまして、で、跳ねて、引き継いで、そして、ここにかけ継いで、まあ、こう、ちょっと一眼できましたね、ここでね。はい、ここに一眼できました。で、まあ、ここ、こすりましたね、まあ。で、まあ、押さえて、まあ、当たり打つしかないですよ。これ、生きてしまうので。で、ここで一件飛びましたね。はい。まあ、一件飛びまして。まあ、これはまあ、そうですね。まあ、出たら、まあね、こう打って、切ってしまうってことですね。で、まあ、こう来たらね、まあ、こう当たり打って、まあ、これしかないんです。こう、逃げるしかないんですけども、まあ、当たり打ってね、こうやって当たり打って。で、ここに当て込んだら、これは、この2子が取られますので、これは生きてしまいますね。はい。そういう意味もありますし、こっちのね、出る手もありますし、この石にあってね。まあ、いろんな意味でね、いい手だと思います。この一間飛びはね。で、まあ、結局ここ受けたんですよね。まあ、これ受けましたね。ここ取られますので、出切りはね。で、まあ、こうつけまして、で、ここに、まあ、当たり打ったんですけれども、まあ、この当たりは、まあ、あまり、うん、そうですね。まあ、特に意味はなかったみたいですね。はい。ですから、ここでね、もう思い切って抜きました。はい。白はね。はい。まあ、まあ、この取りが残ってますけれども、今ね、黒はね。もう、もう10目負けても、40目負けても一緒ですから。まあ、これ一回取りまして、継ぎまして、で、跳ねたんですけれども、まあ、継いで。で、伸びて、で、切りまして、まあ、伸びて、そこでこう伸びましたね。伸びました。こう伸びた手は、ちょっと一瞬、評価値動きましたけれども、はい。まあ、例えば、そうですね。まあ、例えば、まあ、こっちをね、こういうふうに打ったら、まあ、こう跳ねていこうということですね。まあ、こう出、で、まあ、出たら、一回これ効かして、で、まあ、これこう来たときに、まあ、こうぶつかって、で、まあ、これ、こう、取らないといけないんですけれども、まあ、こういって、まあ、これを継がないといけないんですけれども、まあ、こう出て、出て、こういって、こう継ごうということですね。で、これ、ここ、これ、ここ、切れないですからね、これね。はい、切ってしまうと、これ逆に取られてしまいますので、はい、切れないですからね。はい、そういうことです。そういう意味だと思います。この伸びはね。はい。ですから、ここで、まあ、こう受けたんですけれども。
まあ、今度じゃあこっちでね、連絡し、まあ、連絡はできないんですけれどもね、これ以上。まあ、ここでね、打ちまして、で、まあ、1回当たり打ちまして、ついで、そしてこれ取りましたね、取りまして、まあ、出て、塞えて、切って、で、使いまして、まあ、当たり打たないと今度当たりで生きてしまいますので、目ができてね、こう当たり打つしかないんですけれども、継ぎまして、で、まあ、結局この石がね、危ないので、結局ここ逃げたんですけれども、まあ、ここを一回覗いて、これも取られ、一眼取られると、これ、目、生きてしまいますので、まあ、一応こういうふうに写って打ったんですけれども、これ手抜かれましたね。手抜かれて、こう切られて、この石が取られてしまいましたね。で、まあ、ここで、まあ、こう一見飛ぶんですけれども、下から跳ねてね。で、この石取られましたね。で、ここでですね、一力、棋聖がね、投了しました。以下は、まあ、そうですね、継ぐ手が一番ちょっとね、まあ、ややこしいんですけれども、まあ、継いでいいですね。はい、継いでしまえばいいと思います。まあ、封鎖です。まあ、あとここはもう、こういうふうにね、打っておけば連絡ですから、これは。で、これ取られましたので、はい、そうですね、今回の碁はもうはっきり言って井山王座の完勝だったと思いますね。はい、もう相手に一度もリードされることなく、これといったミスもなかったですね。はい、本当、完勝だったと思います。はい、以上です。